こんにちは、トグです。今日のテーマは、鉄分解でプレイした、インザホールオブザ・マウンテン・キングをお届けします。<music> えー、3作目がですね、インザホールオブザ・マウンテン・キングということで、まあ、いわゆる山王と言われているゲームになりますが、トロルを雇って、まあ、トンネルを、まあ、掘っていってですね、 ま、彫像をこの中心部の方に移動させて VP を獲得していくゲームになっています。ヌビアというゲームに非常に似てますっていうふうに書いてるんですけども、まあ、どの辺がっていうところを一旦ちょっと出しますが、こんな感じで、まあ、このゲーム、まあ、これ私のこのトロルの雇用状況ですけど、これ一番初め初期手札のトロルを ま、四つ配置して、まあ、これ下に隠れてますけど、まあ、下の下段にはもらえるリソースが書いてあって、まあ、上の方が初期カードから得られるリソースですと。まあ、本当はね、これあの、こいつが欲しかったんですよね。はい、これが、えー、この下段、隠れてる下段に初期リソースがあって、で、えー、っと、上段のここですね。まあ、ここはもらえるリソースになっとると。 初期のカードの中には一枚もあの、この鉄をもらえるカードがなかったので、ちょっとリソースが辛い展開になりましたね。っていうこともあって、このね、レベル2のトロルを雇っていくんですけど、このゲームの特徴は、トロルをここに、えー、雇うと、そのトロルの下、ここに置いたトロルプラス、その、この斜めのラインのリソースをもらうことができます。ここに置くとね、 こう下全部もらえるんですけど、まあそういった、この置いた、このピラミッド状にトロルをえー配置していって、その下のリソースをもらえる。まあこれがこのゲームの特徴なんですけど、これがですね、まあここに書いてる、このヌビアっていうゲーム、ちょっとこっちの、はい、に行きますけど、まあ、これ、これがその、まあ前回プレイした時の写真ですけど、あの、ピラミッドのようにカードをこう積み上げていきますと。 カードをピラミッド状に積み上げていって配置した結果そのカードを起点としてハの字型に効果が波及していきます。これ同じですよね、これ考え方ね。これはね、ハの字型なんで、これここにちょっとわかりにくいですけど、これ Z っていうのを置いたら波及するのは A と1、B と3や言うてんですね。だからこれ2は波及しないっていうのは違うんだけど、まあでも基本的なコンセプト同じですよね。上に置いたら下の。 効果があるっていう意味でねで上に置けばこの得点も高く得られる効果も大きいんだけどカードをプレイするにはコストがいるよとでこのゲームではコストっていうのはこの段数によってコストが違うんですね1段目は1金2段目は2金3段目は3金っていうのとあとこの配置する時の,この必要なリソースっていうのはこのハの字のところからまかないやっていう風になってるんですね なんか自分の共通のリソースとか、なんか好き勝手に使えるわけじゃなくて、この置く場所から調達しないといけないっていうのも、これもなかなかよく考えられたゲームで。で、このゲームはこの上だけじゃなくて下も置くんですよね。逆ピラミッドの置き方もあって、こっちからこう、こう波及するっていうのもあってね、非常によく考えられたゲームで、これ面白かったんですけど、なんかね、これ評価、結構いまいちっぽかったんですよね。6点台じゃなかったかなうん、6.1でしょ ちょっとこう、マイナーというか、マイナーって言ったら失礼なのかもしれないけど、これね、いいゲームだったんですよ、これ。もっとね、普及してもいいゲームだと思うんですけど、っていうのが背景にあってですね、ここにヌビアっていうのに似てますと。で、まあ、このゲーム紹介してもらったのは矢沢さんだったんで、で、まあ、今回これやるにあたって、矢沢さん、このゲームヌビアに似てると思いませんって言ったら、もう矢沢さんがもう、ね、わかるってこうね、 非常に納得してもらってたのが、俺もそう思いますよって言われてたんでね。ええ、まあやはり感じることは。 同じななのかなと思ってま,したけどまあ、このヌビアに似てるよっていうところなんですけど、まあ、アクションですよね。まあ、必須アクションは掘削か雇用で、まあ、雇用して、リソースもらって、そのリソースで掘削してっていうのを繰り返していくんだけど、これね、今回ちょっと説明を省略したんだけど、これ肝心のね、呪文の話とか工房の話が全然できてない。 ちょっとこのブログに書けてなかったんで、っとそっちに触れておきたいかなと思いますけど、も、ま、う、あ、これルールブックですけど、今の必須アクションですよって言った説明のところはこのマストリクルートワントロールはディッグワンタネルなので、まあ、ここの話しかしてなかったんですけど、やっぱこのゲームのポイントはやっぱこの一番目のアクションなんですよね。メイキャストワンスペルメイユーズワンワークショップということで、 キャストをして、で、ワークショップを使えるんですよね、これ。まあ、メイですけど。なので、こいつを、あの、活かすことっていうのは、まあ、このゲームの非常に重要なポイントだと思ってますで、まあ。キャストっていうのは、ここのスペルカード、まあ、ここにカードが、こう。 場に出てきて、そのアクションをやるんですけど、まあ、今回ね、あのー、まあ、日本語版でプレイしたんで、まあ、ことなきを得たところはあるんですけど、これあの、英語版でやってると、効果がようわからんのですよ。で、結局何回もね、これ何でしたっけみたいな確認することになって、で、なんか、だんだんそれ聞くの申し訳なくなって、まあ、いっか、みたいなね。 ところがあったんですけど、それがね、日本語版になると、まあ、そういうあの、気使うことも少なく、効果がすぐわかるんでね、まあ、そこは非常に、あの、日本語版のメリットやな、と、えー、とは、えー、思いました。 で、そのスペル。で、このスペルって、まあ、ルーン。はい、こいつね。このルーンがあればできるので、うん、ふうんっていうのもあるものの、やっぱりこれ使えると使えないでね、ワンアクションのうまく使えば、そのアクション有効に活用できますから。まあ、そういう意味でも、常に何か呪文を唱えられる状況に置いておくっていうのは、まあ、重要だと思いますし。まあ、もう一個のワークショップ。まあ、日本語だと工房になリなのかなワークショップの方も、はい。 まこれらのタイルをうまく活用することは、これ、重要になりますね。まあ、例えば、例えばですけど、この,あの3種類のリソースで立てるときだって、まあ、VP がそれぞれ異なるわけですけど、まあ、特に下に行けば行こうと違いますね。5個作ったときに、肩や5、肩や8とか11だけど、この辺の変換系を持ってたりすると、 もうほぼ、どん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 いい方に転換できたり、これでね、これなんかいいよね。赤くして、リソース、鉄に変えて、また鉄を黒くしてみたいな。ここの辺うまく揃えると、錬金術ができるしね。なんだけど、さすがにね、なんかこの辺のがあんまり今回出なくて、で、ルーン系は2個あったんだけど、これしのさん、やっぱ一番欲しかったのは私これだけど、しのさんにパシッと取られてしまって、で、これ取るかどうか迷ったんだけど、これ諦めたんだけど、やっぱルさんに取られて、 で、春さんに活用されて、うーんだったんですよね、これ。で、ルーンを今回、私が、えー、あまり活用できなかったっていうのが、ここが、まあ、失敗。私とったね、結局これだったんですよ。で、赤ってね、実質あんま使わんのですよ。使わんっていうかね、そもそも赤取れるの少ないし、赤が湧いてくるのも少ないし、かつ、さりとて、その割に赤って言うほど美味しくないですよね、この。 どっちかってしょっちゅうしょぼいんですよ、赤。なので赤は無視するっていう意味で、まあ、ハンマーも、こう、結構ないと、あの、詰まってしまうんで、まあ、ハンマーに変換するのあった方がいいかなと思ったけど、なんか序盤にあんまり使えそうにないので、効果的に使えたかなっていうと、まんなことなかったですね。案外、こんなやつとかは評価高かったりをしましたけど、でもこう、片方変換っていうのもね、ちょっと、あれかなっていう気はしましたけど、うん。まあまあ。 でね、これ諦めたのはやっぱりね、お金が重要。今回ね、お金を重視しようと思ったんですよ。で、ルーンも取れる見込みがなかったんで、お金に変換する。ルーンからお金っていうのどっちも欲しいしね。違うものから変換するんだったら、こうんだったらいいんだけどね。ルーンからお金、お金からルーンはちょっともったいない。やっぱこれ、これでやりたいからね。って思ってちょっとね、今回諦めたんだけど。なので工房はあまり使えなかったですね、今回ね。 まあ、あと今回使、全然使ってなかったのはこの広間ですね。ここもね、全く使えなかったんですよね。これ、ね、大広間ってね、結構、これ例えばこれ16マスのやつ置くと、これそれだけで25点じゃないですか。で、12マスで20点でしょ、まあ、ここはせめて12マス20点は欲しいかな。だってね、これ12マス20点ってこれノーリスクじゃないですか、ほとんど。で、えっちらおっちら苦労して、中央、これ中央まで運んで20、 20点なんですよね。ここまで運んで、台座を置いて、で、そこにエッチラオッチラ運んで、ようやく20点なんですよね。であれば、同じ20点で 3×4 を引けば、で、そこに、まあ、持ってくれば、20点じゃないですか、それで。で、しかも、この広間って別に台座いらんから、これね、やっぱやった方が良かったかなと思うんですよね。で、えっと 初期のちょっと初期の覚えてないけど、まあ、こ,のここに少なくてもいるでしょあのスタチューがあるじゃないですか例えばこの 3×4 この辺を囲むとそれだけで、まあ、この44まあ、ちょっと1手っ,ってがどうかってなるけども、まあ、44とか34とかこの辺を囲むと囲むだけでも20点じゃないですか動かさずにね、まあ、これはね狙った方がいいような気しますよこれこの34の20マス これ3、4だとどうだろうね、これ。3手。3手で、こう埋めることはうまくいけば埋めるだろうから、3手で20点ですよ。で、動かさなくていいんでね。まあ、その辺は狙いたかったんでね、次やるときにはこの、大広間戦略っていうのをしたいんですよね。でももっと言うとね、これ、出、まあ、んかもしれんけど、この辺でね、3、4作っておくと、 あの、もっと良さそうなのが、こう移動に楽になるんですよね。つまり、このさっきの、この大広間っていうのは、これを置きさえすれば、これはあの、1マスのタイルとして扱われるんですね。なので、序盤にどっかこの移動するだろうところに、ペコっとこう、はめておけば、例えばここにね、ここの3、4ではめておけば、こいつを移動するときにこれ1って、 1位置で済むんですよね、これ。普通だったら3、2手か3手かかるところ、1手で移動できるので、移動をこう、省略することもできますから。なので、えー、この辺の、せめてね、3、4のやつは取りたいんですよね。で、これ、もっといいのは、この辺でやるときって、リソースがいっぱい埋まってるじゃないですか。だから、リソース取りつつ、その VP 行為ができるっていう、まあ、そういう意味において、まあ、大きいのかな、と。 この44とかね。で、20点どう、どうすかね、これ。だから、5、5個置きがいいのかもしれませんね。この、でっかいタイルっていうのは、穴が開いてないので、頂像置きには向いてないんですよ。だから、序盤は、5個、5個みたいな、こいつのタイルで、この辺みんな埋めちゃって、それで、どっかまず、足場を作って、リソースを貯めて足場を作って、で、それからこの辺をこう、移動させていくと、うまいこと移動できて、かつ、こっちのね、いけるのかなと思うんだけど、まあ、なかなかそう、うまくは 多分ね、ここを埋めるだけですごい手かかるかもしれないし、さあ移動できると思った時にはもう中央が美味しいところをあらかた埋められてるような気もするんでね。だったらもう大広間一本あるかもね。まあ言うてもこれ数が限られてるから、そんなことやってるうちに他人に取られるかもしれないんでね。 大広間だけっていうのは無理かもしれないけども、1個は20点タイル、20点以上タイルを取る前提でこの辺埋めていくっていうのは、そこはありでしょうね。というのがやりたかったんですけど、まあ、その辺、だ工房も使えず広場も使えないというような展開でしたね。また写真の方に行きたいと思うんですが、はい。これがプレイ中、私が青なんですよね。で、私青でこういう弾き方をしたんだけども、 このね、取れてないんですよ。ここ行きたかったんだけどね。これ初手、これを、この工房、だ工房を取るために行ったけど、どうしても一手で取りたいほどのタイルだったかっていうことを考えたら、こんなとこに置くんじゃなくて、このタイルをそのままこっちにスライドさせてね、置いて、とっととこの、あの、ルーン取りなさいよっていう感じだよね。これそこね、悩んだんだけどね。まあ、ルーン取ったきゃ、この辺を乗っけるっていうようなアクションもできたし、もっとスムーズに行けたと思うんで、やっぱ初手は、ルーン踏んだ方がいいよね。 気がするね、まあ、そこがまあ敗因というか敗着というかいう感じではあったんだけれどもだからこうその辺がねうまいこと受けてなかったなとは思う,思うんですよねこれ。結局これシ乃さんに先にここは先着されたので白はもう一番上に行けないし行けないんですよね。でもオレンジもう諦めましたけどねここね。 うんうん、で、私はあの、今回雇用するときには、これ2レベル、2レベルのトロルですけど、えっ、ー、と、序盤お金1個もらって、でタイルお金もらえるところを引いて、即これを取ったんですよ。あの、リソースいっぱいもらえるやつがあったんでね。なので、この辺は2金2金っていうのを取って、 とにかく1金。まあ、これレベル1なんだけど、レベル1トロールは極力取りたくなかったんですよね。だけど、結果的にどう、どうすかね。あんまり良かったかどうかっていうと微妙ですね。つまりそのお金に金貯めるまでいろんなことやって、ようやくまあ置いた、これも置いたっていうことで、このピラミッドの充実をまあ優先させたんだけども、でもですよ、結局これどんだけ効果発動するねんって考えると、 うん。まあもちろん置いた時に一回、まあ、ここで一回、最後のね、頂上で一回って発動するから、あの当然いいものを置いてる方が後に影響するんだけど、ただあの、他の人のね、進みが早かったんですよ。みんなあの、 ま、しのさんはそうでもないけど、矢沢さんが早くても、1レベル、1レベル、1レベルでもうどん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 先に行ってしまったんで、結局そうなると、あの、フラグ切られてた後、もう2アクションしかできないので、これ自分のこの、ね、せっかくリソースいっぱい取っても、それが活用する前にゲーム終了ってなってしまうんでね。で、あんまりこう、2レベルにこだわって、あの、トロルの雇用を温存させすぎるのは、まあ、あんまり良くなかったなと。そこが、ま、失敗。 ですかね、まあ、あと、やっぱりこれ、ルーン全体的に撮れてないですね。だから、ルーンには苦しみましたね。で、これは終了時っていうか、まあ、うん、その頃の、えー、写真、うん、あれですけど、まあ、最後、これ撮ったんですけど、まあ、この移動いっぱいできるのは、まあ、結構やっぱ強いかな。あのー、まあ、それなりに、この移動するタイルは撮ってはいたものの、なかなか最後の VP 行為っていうのをするためには、あの、移動力がいっぱいないと。 ちょうど動かせないんだけど、まあ、これがあったおかげでね、まあ、結構自由には移動できたな、というところはありました。で、これが、まあ、終わり頃の図ですけど、白、結局ね、最前列は白がいけないから2段目でしょ。でね、こいつも、 結局、まあ矢、矢沢、さんじゃない。これは、矢沢さんか。矢沢さんに行かれたから、結局行けず、みたいな。レベル2、これレベル3か。結局行けるとこみんな妥協してるんですよね、ここね。だから、中央争いは、ちょっと弱かったね。青も、この辺で、彫像を置けずに終わっちゃったからね。もう、これ、あれですも。もんもう、手番がなかったんで、うん。それをする余裕がなかったと。と裸の彫像で終わるって。これ情けないですね、これ。 なんだけどで、ポイントはね、なぜか、しのさん1点差でかわして勝利っていうね。だからあんまりね、勝った感はなかったんですよ。えー、勝ったのみたいなところではあったんですけどね。まあ、あの、ちまちまいろんなところでポイントを取ってたっていうのもあったんだけど、まあ、像のね、この、いいところをしさんが抑えてたから、まあ、それで叶なわないかなというふうには思ってたけど、意外といけてましたね。 まあこれにあんまり固執しすぎんのも、あれだったのかもしれないですけどね。まあ、こういうあの4点4点とかっていうのを狙って取ってたっていうのもあったとは思うんですけどね。はい。そうですね。まあこの、ここもね、裸でもまあ10点あるからね。10点、8点、6点。やはりこの、彫像ポイントっていうのは、侮れないですね。 ということで、あんまりね、勝った感はなかったけども、なんとか、まあ、勝てた、という意味では良かったんですけど、自分としてはやりたいことができなかったというか、いつもみんな、こう、中央争いで負けたりね、大広間も取られたり、まあ、そういうところでは常に後手後手だったんで、まあ、そこは良くなか、良くなかったっていうか、うん、負けてたなと思うんだけど、まあ、逆にあれですかね、その、トロルの雇用で、あの、いい人ばっかり雇ってたんで、そういう意味で、 あの、無駄のないアクションができてたの,たのかもしれませんけどね。他の人がレベル1バシバシって言ってたから、雇用してもそんなにもらえないけど、こっちは一回の雇用でいっぱいリソース取れたりするから、あの、そんなに雇わなくても済む。まあ、そういうのはあったかもしれません。ただね、次やるときには、えー、大広間戦略とかね、あと、もっと呪文。やっぱね、呪文楽しいんですよ、やると。 だから呪文もっと重視とかね。あと工房でぐるぐる回すとかね。いろいろやってみたい手はあるのでね。まあその辺も含めてまたぜひ再生したいなというゲームではあります。で、えー、そういうこともあってですね。このゲームの BGG 評価なんですけど、私前回7.6にしてたみたいなんですけど、まあ BGG のね、 評価ががが7.9でですかからねねじゃあ私 bgg のみんんんななな思っっててているやついかかっていうとと、まあ、決してそんなことはないんで、ね、ただ、あんまり、じゃあ BGG7.9 だけど俺は8.0とかってね、あんまり KK に破天台を出すのもちょっとあれかなと思って。も、ま、う、あ、とりあえず0.2を上げて7.8ということにしました。まあ、あの、またね、プレイして、あのー、面白いと思ったらもう8点超えも、かもしれませんが。はい。まあ、非常にこれは異言ですね。 これがマウンテンキングということで、鉄分解のね、はい、あのゲームはこれで終了となります。えト、ー、あとこチャンネルでは、いつもゲームの紹介、それからプレイ動画等を行っています。えー、このチャンネルがですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただけた方はですね、いいねボタン、それから、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは以上となります。さようなら。